どうもこんにちは、ムシです。今回私ですね、車を買いました。こちらです。さあ、ということでこちらでございますよ。皆さんどうですか？めっちゃかっこいいでしょ。めっちゃかっこいいんだけど、マジでキャンプに向いてないんです。はい、もうご覧の通りですよ。まず車格がめちゃくちゃちっちゃい、軽自動車と同等レベルです。で、中ですよね、室内で形見てもらえればなんとなくわかると思うんですが、軽自動車よりも下手すりゃ狭いです。そういう車になっているんで、お世辞にもですね、こちらキャンプには向いておりません。向いてないんですけれども、どうしてもこの車に乗りたかったんです。一生に一度絶対この車に乗りたかったんです。キャンプは好きだけれども、この車に乗りたい。で、いろいろ考えた結果、ルーフラックを装備していただきました。まあ、そしたらなんとか、2人ぐらいだったらギリキャンプに行けるようなレベルに、積載力が上がったんですけれども、なんとルーフキャリアキットが5万5000円、ルーフラック本体が2万1450円、締めて工賃含めて10万超えでございます。ちょっと高くないかな。まあ、気軽に出せる金額ではないと思うんですよ、この金額。まあ、自分でね、取り付けたりするともうちょっと安く上がったりするんですけれども、どうしても数万円は超えてきてしまうというところで、まあね、同じように一般的にね、こう積載力に長けている車とかではなくて、こういうちっちゃい車でキャンプに行くっていう方多いと思うんですよ。車そもそものスタイリング、シルエットが変わってしまったりとかっていう悩みがいろいろあって、コンパクトカーでルーフラックつけたくない、でもキャンプには行きたい、積載力アップさせたい、そんな僕と同じ悩みのオートキャンパーの方いると思うんです。持ってきました。今回はこちらのエーモン OGC のソフトキャリアのご紹介です。こちらのですね、エーモン OGC のソフトキャリアなんでございますけれども、最大の特徴はですね、まず工具いらずで脱着が可能という点です。そして3分で装着が可能というところで、しかも収納ケース付きなので、何かね、急に荷物が増えたりして必要になった場合とか、そうでない時も簡単に、例えば車のね、トランクの中にしまっておいたりとか、お家の中でもね、場所を取らずに収納ができるというのが特徴でございます。で、正直こういう簡単なラックの取り付けられるものって他にもあると思うんですけれども、他のものですね、例えばエア、空気の力で膨らませてレールをつけるとかっていうものが一般的ではあるんですが、そういうものだったりするとですね、例えば、穴が開いて空気が抜けてしまったとかっていう場合とか、あと、重量によって例えば安定感が変わってきてしまうとかっていうような、まあ、いろいろ、デメリットがあったりするんですが、こちらはですね、すでにもう形がこう出来上がってますよね。はい、スポンジ式なんでございます。スポンジ式にすることによってですね、脱着の手軽さが向上するという特徴があるんです。なおかつ工具もいらないから簡単に脱着ができるというところで、まあ、早速ね、取り付けを行っていきたいんですが、まずちょっとですね、確認していただきたいのがこちらの僕の車、はい、ご覧の通り2ドアまたは3ドアなんて言い方をしますけれども、ドアがですね2枚のモデルになってるんです。で、しかも形を見ていただくと分かるんですが、なんかこうなだらかな、ちょっと丸みを帯びた形状になっているので、本当につけられるのかと、結構僕不安だったんですけれども、めっちゃぴったりくっついちゃいました。しかも結構見た目が可愛いんですよ。ということで早速ですね、こちら OGC のソフトキャリアの方の装着を行っていきたいと思います。はい、ということで取り付けを行っていくんですけれども、まずですね、今回そもそも積載するもののチェックをしていきましょう。今回載せるのはですね、こちらの同じく OGC のラゲッジボックスでございます。で、このラゲッジボックスの幅に合わせて、よいしょ、あ、ぴったりじゃね、だいたいこんなもんでございますね。で、乗せるボックスに合わせてですね、このようにフレキシブルに、場所の移動をするといいと思います。これルーフの上にこういうものを乗せるのって結構抵抗ある方いると思うんですよ。なぜなら間なんかに砂とかを噛んじゃったりすると、当然ボディが傷ついてしまいます。なんですけれども、こちらの OGC のルーフキャリアに関しては、裏面が傷がつきにくい素材になっているんです。ネオプレーン素材っていうんですかね、格子状の網目がついたことにより接地面を最低限に抑えて傷がつきにくくなっているというような構造になっているんです。はい、じゃあまあ装着をしていきましょう。で、まずはですね、本体見ていただきたいんですが、バーに対して下側から伸びている紐と上側に伸びている紐があります。この上側に伸びている紐は上にコンテナを乗せて固定する紐でございますね。で、下側から伸びている方が車の屋根の下に通して固定する紐でございます。車に固定するための紐も
ちゃんとこうすごい手触りのいい柔らかい素材でできているので、ボディへの影響が少ないんですよね。こういうところまでちゃんと考えられて設計されていると、さすがやっぱりもともと車のアクセサリーを作っているエーモンさんなだけあるなと。まず装着の仕方です。装着の仕方はこのようにピッと、はい、このですね、下の紐を車に対してこういうふうに垂らしてあげます。はい、ドアを両方開けます。開けまして、こちらの2本ありますよね。こちらの2本を下から通して、下でこうギュッと縛ってあげると、こちらの先っぽの方にこういうカムバックルがついております。このカムバックルを下から通して、このようにですね、こちら側がカムバックルになっております。でねじれないように確認をしながら、カムバックルの下側の方ですね、こちらの方からベルトを入れて、はい、ねじれがないか確認しつつ、あとはギュッとよいしょ縛ってあげます。さらにここからギュッとよいしょギュッと引っ張ってあげて確実に固定をしましょう。じゃあもう片方も同様にいきます。で、はい、ご覧ください。もうですね、ラクが完成してしまいました。たったこれだけです。上に乗せて下に通して縛るだけという、たったこれだけでルーフラックが完成してしまったというわけでございます。続いてもう荷物を乗せていきたいと思います。はい、でですね、こちらのコンテナ以外でも、積載は可能なんですが、最もこちらのソフトキャリアと相性がいいのがこの OGC のラゲッジボックスなんでございます。はい、でなんで相性がいいのかっていうところなんでございますけれども、上にですね4箇所に穴が開いているんですよ。でこれがルーフに乗せる時の積載時に確実にこのボックスを固定するための穴なんです。早速やっていきましょう。はい、先ほどの穴にですね、このベルトをよくしょ、このように通していきます。通します。裏にポイッと投げといて、でこのように反対側もですね同様に上から通していきます。でですね、こちらご覧いただきたいんですけれども、5個固定が可能なベルトループがあります。この時に、最も固定力が上がるのがこの一番近いところですね。はい、一番近いところにギューッと、ここもですねしっかりベルトのねじれがないようにチェックしながらギュッと通していきます。ギューッと。で先っぽがねこのように三角に切り込みが入ってるので結構通しやすいです。通すときは特に引っかかったりとかっていうストレスはないですよ。でここ、このカムバックルにですね後ろから開いてあげて通すと、そしてギュッと縛って開けます。縛ってあげます。そうするともうこのように荷物がしっかりと固定することができました。でこの余ったベルト、さすがにこのまま走行するわけにいかないので、まとめてくるくるくるっとくる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 っとまとめて、このように束ねてくる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 っと束ねて、はい、こんな風にとてもスマートに積載ができました。すごいですよね。しっかりと固定の力もあるんですが、最後にですね必ず下のベルトの方と上のベルトの方で緩みがないか改めて確認して増し締めをして完了ということになります。ちなみにですね、積載できるものは製品の幅以内であれば結構いろんなものが積めるんです。例えばボックスプラス大型チェアというような組み合わせも可能ですし、テントなんかも詰めちゃいます。また付属の滑り止めカバーを使用することでベルトホールがないボックスでも積載ができちゃうんです。さらにさらにサーフボードやスノーボードも積載できちゃうみたいですよ。ポテンシャルえぐい。一番気になるのはですね、やっぱり走行中の様子だと思うんですよ。ということで走行中の映像というのをご覧いただきたいと思います。こんな感じで走行しているわけでございますけれども、いかがですかね。割とね安定して走行できていると思うんですよね。しかも一般的なルーフキャリアに比べて突起物が少なかったりとかパーツが少ないので風切り音なんかも少ないんです。これねなかなかちょっと動画でお伝えできないのが残念なところなんですけれども、キャリアをつけてない状態の車と近い状態で走行することができました。ちょっと拍子抜けでしたね。はい、結
構頑丈に作られてます。しっかりと走行することも考慮して作られているということですね。OGC ソフトキャリアを使用する上で乗せられるものに多少制限があります。この車の上に乗せるんでね、蓋がついていないボックスに関しては取り付けができません。あと折りたたみ式のボックス、よくオリコンなんて言い方をしますけれども、ああいうのも NG でございます。あとこの幅に収まらないものですね、この幅でいうと55センチなんでございますけれども、55センチ以上の幅のものは取り付けができません。そして耐荷重が10キロになってますので、10キロ超えるものは、取り付けができません。箱自体は取り付けが可能な箱であったとしても、この中に詰め込んで10キロを超えてしまうと車のルーフがへこんでしまったりとか、傷んでしまったりする可能性がございますので、10キロは超えないようにお願いします。はい、結構ねこれ対応車種非常に幅広いんですよ。2ドア、3ドア、4ドア、5ドア、そしてスライドドアなんかにも対応しています。対応しているんですが、一部対応していない車種がございますので、そちらだけご紹介したいと思います。まずですね、コンパーチブル車、要はオープンカーですね。オープンカー、当然ですが装着ができません。サンルーフとかガラスルーフがついている、要は上にガラスが張ってあるような車ですよね。まあ割れてしまったりとか、事故の危険性がありますので、取り付けができません。そして、窓枠がない車、よくですねスポーツカーなんかにありがちだと思うんですけれども、窓枠がない、車ですよね、ああいうのには、取り付けができません。フレームがある車ですね、こちらでの使用しか、できませんのでご注意ください。はい、あとカーテンエアバッグですね、車の上部のところからエアバッグがボンと飛び出してくるような場合は、当然このようにルーフを一周覆う設計になっているので、エアバッグが作動しない、危険性がございますので、そちらも NG と。あとはルーフレールがもともとついている車も装着することができるんですけれども、ルーフレールの中がこう貫通していないタイプですねは装着ができませんので、そちらもご注意ください。はい、さあということで、OGC のソフトキャリア、簡単に脱着することができるので、誰でも結構手軽にこうルーフに荷物を逃がすということが、可能なアイテムなんでございますけれども、ぜひですねそちらとセットでご紹介したいのが、こちらの OGC のラケッジボックスでございます。はい、はい、このラケッジボックスなんですけれども、大きな特徴はですね、まあ先ほども軽くご紹介しましたけれども、こちらのベルトホールがついていることによって車への積載がしやすいことですよね。こちらにも穴が開いておりますので、例えばすでに車にルーフキャリアがついているという方はですね、こちらに通していただければより安定して、荷物を固定することができるというわけでございます。でその他にもですね、これかなり便利要素がございまして、例えば、まあ、まずそもそもこの形状ですよね、こう見ていただくと分かる通りですね、非常にスクエアに近い形ですよね。シンプルなスクエアな形になっているんですけれども、これによってですね非常にデッドスペースが少ないんです。かなり長さのあるものだったりとか厚みのあるものっていうものを、しっかりと収納することができるという特徴になっております。で、開封の仕方もかなり簡単でございまして、こちらハンドルで止まってるとかっていうわけじゃなくて、パチンパチンと取ってあげるだけで蓋が簡単に取ることができました。でちょっとね固定力に何ありなんじゃないかって思うと思うんですが、これどっちにしろ例えばルーフに積む時であったとしても、これ蓋と本体に貫通する形で穴が開いているので、いずれにせよ固定されるんですよ。なので、蓋自体はですねこう結構簡単な作りですぐに外れちゃうんじゃないかって思うんですけれども、中にはですねこのようにパンパンに寝袋だったりとかマットレスであったりとか、こういうピローですよね、こういうのがパンパンに詰まってる状態です。でパンパンに詰まっている状態で締めてちょっと振ってみましょうか。本当に落ちないのか。はい、どうでしょう。こんな風にですね、意外と激しい運動とか激しい動きにも耐えうるようなしっかりとしたキャッチ力があるんですよね。なので蓋が飛んでいったりとか蓋が外れたりしないというような構造になっているんです。しかも穴が貫通しているから確実に蓋をロックできるという構造になっています。そしてですね、その他の特徴はというと、例えばこのハンドルですよね。結構ねこういうコンテナボックスって僕も何個か持ってますけれども、割とね重くなりがちなんですよ。こういう大型のしっかりとしたハンドルがあればですね、割と持ち運びも簡単でございます。うん、そしてこのグリップ部分は非常に柔らかいラバーの素材でできているので、手の負担も非常に少なく持ち運ぶことができます。はい、でですねこちらのラゲッジボックス、これだけじゃないんです。この中にさらにですね、こちら的量子化方式で OGC のソフトコンテナになります。
こんなのも入ってるんですね。もちろんセット売りではございません。別売りになります。でもちろんこちら単体でも使用することが可能なんですが、こちらのラゲッジボックスにぴったりと収まってしまう設計になっているんです。まあ、基本的にはこのようなソフトコンテナなので、こう割とペラペラとした素材にはなっているんですが、ペラペラした素材がゆえにですね、このように結構コンパクトに畳めるんですよ。しかもベルトがついているので、くるっと回せばこのように収納もできてしまいます。こういうふうに収納しておいて、車の中にこう忍ばせておいて、お買い物行った帰りにこういうふうに広げてあげて、中に食材を入れてあげるみたいな使い方ももちろんできますし、はい、この中にですね、タフマル調味料、お皿なんかですよね、メスキンとかシェアカップなんかも入れてコンテナとして使えるんです。そしてくるっと回すと、こちら側にメッシュポケットがついているので、メッシュポケットにはこういう風に、例えばハサミであったりとか包丁、そして消耗品である固形燃料とかスライドガストーチなんかですね、こういう細々としたキッチン周りで使うようなものなんかを収納しておけるものになっているんですよね。これをこういう風にしまうじゃないですか。で先ほどみたいに、例えばルフラックの上に乗せても OK ですし、トランクの中に入れても OK なわけでございますよ。なんで二重にしたのということですよね。はい、これ訳がありました。ちゃんと二重にしたことによってですね、持ち運ぶ最中はしっかりと頑丈なボックスで持ち運んで、中のギアを大切に守ることができる。そして現地に着いてから、これ開けますよね、このボックス。この開いたボックスの中にこういう収納袋ですよね。現地でテントを立てたりとか、テーブルを出したり椅子を出したりした時に出てきたこういう収納袋、これをまとめて入れておいて、蓋をして、でもって再び車の中にしまっちゃうわけです。そうすると収納袋って片付けの時も分かりやすく、しっかりとここに場所を作っておくことによって、紛失であったりとか撤収時の煩わしさみたいのを解消することができるというわけでございます。結構便利な使い方だと思うんですよね。この使い方、実は OGC の公式サイトが実際に提唱している使い方ですよね。このソフトキャリアと、このラゲッジボックスの、まあ、上手な使い方になるんですけれども、これね、前に実際にあった出来事なんですけれども、これ結構ね助かった、これ結構助かったんですよ。長野の白樺湖にキャンプに行った時でしたね。もともとすごい雨予報だったんですよ。ただたまたまその週のこの日だけがなんとか曇りで持ちこたえるだろうと、で友達とキャンプに行ったんですけれども、まああいにくですよ、雨でした。撤収時にねドシャーっと降っちゃいまして、もうおかげさまでテントはびちゃびちゃ、すべてギアも何もかもびちゃびちゃでございましたよ。テントなんかそんなびちゃびちゃの状態で、とてもじゃないけど収納袋に丁寧にしまうなんてことはできないわけです。そこで思いついたのがこれなんです。もともと寝具が入っていたこのソフトコンテナだけを車の中に放り込んで、そして余ったこちらのボックスの中にびっちょびちょになったテントをとにかく突っ込んでギュッと蓋をして車の上に乗っけちゃったんです。一番びちょびちょになって被害を受けたテントっていうのは車の外に、そして比較的被害の少ない屋根の下であったりテントの中で使っていたギアっていうのは車の中にしまうことによって、車の中も被害を最小限に抑えて、そういう点をですね鑑みるに、割とこういうマトリョシカ構造ありなんじゃないかというところで、紹介させていただきました。ということでですね、今回紹介したこちらの OGC ソフトキャリア、そして OGC の、ラゲッジボックス、ソフトコンテナ、こちらの3点セットでなんとこの価格です。2万円切ってきましたよ。すごくないですか2万円切るどころかだいぶお釣りが来る、はい、このボックスだけ外に逃げれば、このボックスだけ外に逃げればあのギア持っていけるのにとか割とあると思うので、ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。特にこれからの冬の時期ですね、ストーブなんか持っていく方多いと思いますので、ストーブが増えた分外に逃がしていくというような、選択肢としてこのルーフキャリア非常におすすめでございます。ということで私、車を買ってウキウキのムッシュでございました。ちょっと今後はこれ使っていきます。すげえよかった、うん、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。